ここええやろ。あ、あかん、わしのも触ってやな。いや、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや。場がしらけてしもとやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもろたんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使てるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、貴人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。貴人会？こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとこ行ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言ってな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺すんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうにな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいのは誠ちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやから誠ちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体が誠ちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。誠ちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。
わしらも人に雇われて動いとる。ただまあ、真島君もそれ知りたいやろんな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なんや真島君、どないしてん。俺は店の中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。せやけどどないしよ。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな、もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ。ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わしキャバレーグランドの支配人ですわ。何、今頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです、強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんやお前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うたことで強盗まで殴らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや。真島君、わしゃもう仕事抜きや。楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。ほな行くで、真島くん。がっかりさせんなよ。ゾクゾクする。警察や、そこを動くな。なんや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロお騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。そ
それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島か。たく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。あんなにお金いただいてるのにもう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業へ。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。